アンドレアス・ペーター・フォン・ベルンシュトルフ伯爵は、デンマーク・ノルウェーの外交官で、同国の外相を務めた。人権と政治権利を守ったと評価された。1735年8月28日、ハノーファーで生まれた。叔父のヨハン・ハルト・ヴィヒエルンスト・フォン・ベルンシュトルフに才能を見出され、ドイツやスイスの大学に入学させ、イタリア、フランス、イングランド、オランダへの旅行に行かせて、政治家となるための経験を貯めた。大学時期と旅行中に、詩人のクリスティアン・ゲレルトや、ヨハン・ゲオルク・ヤコビ、政治家のエティエンヌ・フランソワ・ド・ショワズール公爵、統計学者のゴットフリート・アッヘンバルと知り合いになった。ヨーロッパ旅行の後、叔父の望みに従って、ハノーファー政界に入らず、デンマーク政界に入り、最初は低薪になり、1760年以降は外交と財政の官僚になった。政治家としての出世は緩やかだが着実であり、1760年代中は、有能だが抜きんでてはいない、叔父と近しい官僚という役割に甘んじた。1767年に伯爵に叙され、1769年に枢密顧問官に任命された。1770年から1771年までのヨハン・フリードリヒ・ストルーエンセの治世では、叔父と共に罷免されていたが、すぐに、オーベ・フーイコール・グルベアによって呼び戻された。ベルンシュトルフは最初は、財政と経済の部門で働き、特に農業に興味を持った。彼が導入した農業の改進は一部では次の世代での農業改革の先駆とも言える。1773年4月、ベルンシュトルフは外務大臣に就任した。彼は最初に1773年6月1日のツァールスコエセロ条約でロマノフ家との領土交換を行い、ゴットルプ家との領土紛争を決定的に解決した。8月12日にはロシアとの同盟を締結した。彼はスウェーデンをデンマーク・ノルウェーの最も活動的で和解が不可能な敵としてフランス王国をスウェーデンの同盟国として見ており、それが理由となって親ロ派になり、フランスの敵国であるグレートブリテン王国との紛争を回避した。強情な性格と政争により、彼はデンマーク政府内に多くの敵を作った。アメリカ独立戦争という難局においては活動的な中立を望んだが、1779年にスペイン王国がイギリスに宣戦布告すると、ベルンシュトルフのイギリスへの同情が強まり、彼は同年冬にイギリス、ロシア、デンマーク・ノルウェーの三国同盟を結成して、フランスに講和を迫ろうとした。しかし、ロシアが拒否すると、王太子フレデリクがその策が危険すぎるとして却下した。1780年には、ロシアとスウェーデンと第一次武装中立同盟を締結する一方でイギリスと特別協定を交わして、貿易を確保するという外交的勝利を果たしたが、ロシアがイギリスとの協定に強い不満を持ったことが、ベルンシュトルフの政敵に利用され、1780年11月13日に罷免される結果となった。1780年から1784年まで、ベルンシュトルフはメクレンブルクの領地に戻り、政局を静観したが、コッペンハーゲンの商人の間では支持され続け、彼自身も野心を諦めていなかった。彼は初期から王太子フレデリクと連絡を持ち、反グルベア陰謀に加担した。1784年のクーデターで王太子フレデリクが摂政になり、グルベアが罷免された時もそれを支持した。1784年4月、ベルンシュトルフは再び外務大臣に任命された。この出来事はベルンシュトルフの政治経歴における黄金期を示し、彼は1797年に死去するまで実質的にはデンマークの首相であり、1788年から1789年にかけては短期間内相も務めた。スカンディナビアの外交では、親ロ派でありながら慎重な政策を採用、スウェーデンとの紛争を回避した。1788年から1790年までの第一次ロシア・スウェーデン戦争では、ロシアとの同盟に従い1788年に一時参戦したが、戦闘のないまま離脱して、イギリスとプロイセン王国への刺激を回避することに成功した。その後は、ロシアとの同盟を緩めて、スウェーデンとの関係を改善しようとし、1794年3月17日に、スウェーデンと中立条約を締結した。同時期の課題には、フランス革命とそれを起因とするフランス革命、戦争がある。ベルンシュトルフは、現世中立を崩さず、デンマークの貿易を守るために、大国の間で均衡を維持した。彼は、国際法を守りつつ、挑発を避け、フランスとイギリスとも紛争があったもの柔軟に対応して、デンマーク商人の利益を守った。彼はフランスへの介入も、護送船団の派遣も拒否して、諸国からの尊重を勝ち取った。このようにして、ベルンシュトルフの外交政策は成功を収めたが、彼は1797年6月21日に死去した。ベルンシュトルフの死去は、デンマーク国内で惨禍として受け入れられた。ベルンシュトルフは外交担当だったが、主導的な役割を果たしたため、内政にも影響を与えた。彼は早くから独立小作農と農業改革、そして1790年代の改革を支持しており、デンマーク絶対主義者でありながら自由主義の傾向も示し、彼が影響力を保った時期は報道の自由が比較的に保たれていた。文化については興味を持ったものの大きな影響を与えるには至らなかった。ベルンシュトルフは2度結婚した。妻は2人とも作家のクリスティアン・ツー・シュトルベルク・シュトルベルクとフリードリヒ・レオポルト・ツー・シュトルベルク・シュトルベルクの姉妹だった。ベルンシュトルフは合計で7男3女を設け、内息子のクリスティアン・ギュンターとヨアヒム・フリードリヒはウィーン会議でデンマーク代表を務め、クリスティアン・ギュンターは1815年にウィーン駐在デンマーク大使にも任命された。グリーンランドの東側海岸にあるベアンストーフフィヨルドはアンドレアス・ペーター・フォン・ベルンシュトルフを記念して名付けられた。ありがとうございます。